もう一つ予備校を辞めてどうなの、普段どういう生活してるのかについてちょっと話そうと思うんですけど、失敗すればボーンだし、チャンスと上がればボーンだし、まあ月収だったら本当にだから月収だった、まあ、YouTube はもう不安定でめちゃくちゃなんとか1本ぐらいは入りましたけど、そうで始まりました、もちつチャンネルです。それでぶっちゃけもう一つ予備校をやめてどうなのっていうのをね、話していこうかと思いますね。はい、今はもう大変な状況だったんですけど、やっとですね過労状態から復帰したんだと思います。まあ忙しい忙しいですよ。普段どういう生活してるのかについてもちょっと話そうと思うんですけど、難聴になってね、まあ、完全回復はしてないですけど、もう全然日常に支障はなくなりました。でやっと喉戻ったんで、はい、今日ですね、本当に今日やっとアイブの歌の高い部分も出せるぐらいまで戻ったんで、今日から復帰っていうのはあれですけどね、昨日まで出なかったんで、そう今日まあ YouTube のイベントあって行ってきたんで、そう大二郎さんにね、でも指はまだ麻痺してるんですかって言って、あ、そうそう指はまだ麻痺してます、はい、これは治る気配がないっすというふうに、まあいろいろ病気もたくさんしたし、食中毒もやったり扁桃炎もやったし、いろいろ大変なんですけど、どうなんだとやめて、忙しいは忙しいですね。その予備校の頃とは全然違う忙しさは、まあ相変わらず一番忙しいのはこの動画編集ですけど、ただまあ早くサバババババッとやってることが多いので、前よりはだいぶ短いかな、やってる時間が。ただまあサブチャンネルとかはまだ完全復帰ではないので、ちょっと短い動画が多くなってごめんなさい。ちょっとまだ全部新しく撮ってやるのもできてなくてごめんなさい。でまあぶっちゃけ予備校やめなきゃよかったのにって声はいっぱいありますけど、まあやめて大正解だったんじゃないですか。本当にめちゃくちゃ自由になったしね。あとはいろんな冒険ができましたね。その予備校で戦えて蹴落とし合いとかっていうのもなかったから、下に落とされることもなかったし、かといってボンと上に上がるチャンスも来なかったんで、面白くないなっていう感じでしたけど、今はもう武田塾の校舎もねどんどん買って、今4校舎目やって、本当に失敗すればボーンだし、ちゃんと上がればドンだしみたいな感じで、ギャンブラーとは言わないけど、すごいちゃんとリスクを犯してドンって感じですね。もう本当にギリギリやばいじゃん、これもう生徒入んなかったら本当に自分で働かなきゃいけないじゃん。自分で働くって言っても自分のためじゃなくて、校舎の場所代ですね、家賃と光熱費と、そしてそれぞれの社員たちへの給料、アルバイトの人たちへの給料を自分で稼いでこなきゃいけないっていう状況まで行ってましたから。でもちゃんと生徒入っていただきました。あ、豊洲は大きくしますね。そのもう一箇所借りて増床ですね、2つの場所になるし、もうおかげさまでうまくいっておりますので、大変ですよ、人事は。めちゃめちゃ大変。人を雇うのが一番大変、見つかんないし。で、その後にいろいろ契約書作ったりとか、すっごく、その辺のことも、今日もまあ YouTube のイベント中もそれやってなきゃいけなかったんで、大変だったんですけど、そういう経営者としての仕事もだいぶ増えてる。ただ、そのリスクを取ってボンとやった分、リターンはドーンとでかいので、だから本当に年収が月収になったっていうのはもう、まあほぼほぼ嘘じゃないかな。まあ月収だったら本当に、2000は行くんで、だから月収だったら1000は超えるって感じですね。もう確実に超えますね。さすがに経費で1000万とか使わないんで、っていう生活ですよ。ただ失敗する可能性があったんで、でもまあ失敗っていうか、生徒があんまり入らなくて、ただただ費用だけが出ていくって可能性もあったんで、仕事いっぱい入れたんですよ。まあ今思えば入れなきゃよかったんですけど、春休み中はね、もう学校の講習もほぼ毎日行ったし、今度ゴールデンウィーク中も全部行きますよ。毎日講習。朝から夕方までがっつり入ってるし、で今家庭教師も2人やってるからね、釣り入ってて、あと土曜に高校での授業もやってますね。まあ、今後企業でのやつとかも始まるし、まあ、授業はそんな感じですね。やっぱ授業やんないとね、忘れちゃうこといっぱいあるからね、ここでこれ話すのにあれなんだっけとかってなっちゃうんで、でまあ動画編集、動画チェック、まあ、で実際どんな仕事してるかっていうと、まあその経営の仕事ですね。もうそれぞれの、まだ未だにあの社員とかのね振り込みだったりとかさ、ああいうお金関係は自分がやってますから、もうこれもそろそろ別の人にやってもらわないとダメだなと思ってるんですけどね、手がかかりすぎちゃうので。で YouTube ですね。 YouTube はもう不安定でめちゃくちゃ、
もうやっぱドンと3月上がってても、3月ボンといったといっても去年と比べたらだいぶ少なかった。まあユーテラがガンといったんで、なんとか200万ぐらいは入りましたけど、3月はね。まあもう全然その他がね、安定しないよね。いやほんと危険ですね。広告収入はだいぶ下がってるし、ショート動画とかも全然伸びなくなっちゃったし、かなり、あ、そうだ、呼び鈴の匠さんも言ってたけど、かなり危ない橋を渡ってると思いますよ。うん、YouTuber っていう職業はかなり危険な橋になったなって思いましたね。まず、まあ今日の勉強会でいろいろ聞いて、また新しいことをやろうと思いましたけど。で、本があって、で僕の場合は、まあ、印税とか、もう今年はやばいね。トイック本でしょ、多分まあ2冊か3冊で、英検のね、やつまた書かなきゃいけないし、と IELTS も出ますよね。で、TOEFL も新しくなるから改訂しなきゃいけないでしょ。だから、トイック、英検、TOEFL、IELTS 本が同じ年に出るっていうのは初めての経験だな。これらで今、てんやわんやですね。本もてんやわんやしてる。それで、武田塾イングリッシュのルート改訂もあるから、その話し合いもやってるし、やばいですね。まあ、芸能人も教えたりするしさ、あとユーテラでねまた授業始まるんで、その撮影やってるし、まあもうね本当にね時間が全然足りません。1日足らない。でまあメールのねやり取り返してるだけでも本当に1時間とか経っちゃうんで、うん、それぐらいかな。であとまあオンラインの記事がいろいろと出てますよね。監修のやつとか雑誌の取材とかはまあちょこちょこやってる感じですね。まあ別にあれはお金が欲しくてじゃなくて、何かしら宣伝になればいいかなと思って露出してるだけ。だからピボットのねチャンネル出たやつとかもそうだよね。で授業はそのあんまり準備しなくていいんで、別にパッと見て喋ることなんかも頭に入ってるって感じなんで、そこは困んないんですけど、予習時間はすごく短いと思うんで、よくピボットなんて本当あんなさ大きいチャンネルで撮影するのに何の準備もしていかなかったなって思いますね。まあ、そもそもハセンさんから何の質問が来るかも分かんなかったですから、という感じですね。まあ大体こういう風に今夜中ですけど、夜中撮影して夜中編集してって朝、まあ芸能人教える時は朝早く起きるけど、早起きしなくなったんで、だからまあ予備校で教えてた時よりはそれがもうあんまり早起きがなくなったのが良かったかなと思いますけどね。安定はしないけどもやりたいことができる。ただまあ危険は危険ですからね。リスクを取る、まあリスクを取らないとなかなか成功できないからね。でもそういう人生を送りたかったので、まあ楽しくやってます。うまくいってると思う。でまあちゃんと貯めてアメリカに行こうと思いますんで、そのお金でちゃんと行こうと思いますんで、今でも予備校残ってたら若手でいたんでしょうけど、もうこの YouTube だったらもう教育系で子さんに入るのかな。普段保管してないよね。まああと授業はねメンバーシップのレベル2で見ることできますんで、そちらも見ていただければと思います。そしてまだまだ新しいこと始めていきますからね。あとまあそっか、 YouTube のコンサルの仕事とかもしてるか。まあいろんな仕事してますね。はい、ということでぜひとも今後にご期待ください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。